ルの不朽の名作フォレスターの素晴らしさをどうしてもどうしても伝えたい我々は、個性的な3組の YouTuber に一日フォレスターを使ってもらうことにしました。トイプードルのグリーさん、飼い主のユキタさんは過去にはなんとスバルのレガシーに乗っていただいていたことがある。これはぜひフォレスターにも乗っていただきたいと思ってオファーさせていただきました。今回乗っていただいたのはフォレスターのスポーツグレード、伸びの良い加速感と上級装備が魅力のスポーティーモデルです。早速出発ですと思ったらまた道幅が狭い。あーでも小回り効く、意外とすんなり曲がりました。フォレスターの視野の広さと前方の見えづらいところも見えるアイサイトのおかげです。あとシンプルにユキタさんの運転が上手、グリーさんもなんだか楽しそうに見えてきました。ちょっと行くよ、信号今止まってるじゃん、目つぶってるよ、はい、スタートしました。今進んでる、うん、進んでる。おいいですね、すごいですね。うわこんなスムーズなんだ。そうなんです、このスポーツモデルはブレーキや加速の滑らかで運転が楽しいんです。フォレスターの良さにガンガン気づいてくれます。あ今ほら一発でなんか振動なくしてくれるような、ちょっと車めちゃめちゃ詳しいわけじゃないからあんまり偉そうに言えないけど、今段差来ます、はい段差です、はい、こんなんすごいね、うん、決して台本ではございません。ワンちゃんって段差とかね、うん、カーブの揺れとかで結構酔いやすいから、まあ、揺れが少なかったりとか段差を感じにくいっていうのはワンちゃんにとってもめちゃくちゃいい。グリさん、グリさんもすでにくつろいでます。どうですか新しい車は、もう今日からこの車で過ごそう。運転が楽しくワンちゃんが乗っても快適なフォレスター。この後実際にキャンプで車中泊もしてもらったのですが、詳しくはぜひグリーチャンネルで動画を見てみてください。今回登場していないグレードもまだありますので、よかったらぜひスバルのフォレスターのウェブサイトを見てみてください。